かんないね。トーマスにやってみる？うん、やってみる。どうした？チョコレートパッシー出た？うん、なんか結構可愛いな。いいね。好きなギャラクシーね。今白つけてるね。ママ、肉まん美味しい？お客様。肉まんじゃなくて、豚まん？豚まんか。そっかそっか。肉はすごい量が入ってね。コンビニと違ったよ。じゃあ行きましょう。はい。めちゃくちゃあったかいな。スパ終わりましたけど、これから、おプールっていうプールとお風呂が混ざったような施設がありますね。そこ行きます。行ったことないね。どんな感じかな。はい、行きましょう。静かです、意外と。よし、行きましょう。どうぞどうぞ。誰もいないんじゃない。大丈夫。いますいます。大丈夫です。ここからタオルを取って行きましょう。じゃあどこの浮き輪は？ちょ、わかんないんだよ。浮き輪はダメでしょうね。すごいよね。あ、これですね。あ、本当だ本当だ。すごいじゃん。なんかマリンベイみたいな。うん。そんな感じだね。景色ちょっと違う。こういうのにテントがあって。そうだね。土曜日なんですけど、着替える場所がまずわからないし、スタッフさんもいないと困りますね、こういうのは。どうしたの？どうしたの？誰も知らないかな？週末ですよ。いや、ちょっとやっぱ熱量がないよ。私たちにとってはすごくいいけどね、誰もいないよね。
なんとさっきのスパと温度が変わらないね。もう外は涼しいから。ああ、そっかそっか。こちらの方が浅いから多分子供はねもっと喜ぶ。前のちょっと深くて怖い怖い嫌な感じが出たけど、こちらは逆に浅くて多分だね、危なくないから楽しさにやっぱりね。やっぱり見に来てる人がたくさん来るね。でも誰も入ろうとしないよね。私的には3人でこの大きいプールを使ってすごくいいなと思って、で誰も邪魔しないし静岡だし、あと景色は最高だね。あなたね、そうあんまり人がいるの好きじゃないから。いやそんなことないけど、やっぱり気持ちが違うね。落ち着く気持ちがあるよね、自然の中で、うん、ねえ。そう、あそこは一番あの橋まで行きたくて、あそこが一番面白そうね。おお、いつも見たかったのは下はどんな感じかな。ここから見ると、ああまり何もないわね、面白く。いいな、気持ちいいよね。なんか先のプールも良かったけど、こちらはもう本当に温泉のオーラが強くて、やっぱり本当に温泉に入ってるみたいな感じだよね。ママ、それ何？それ。これは、お風呂ね、お風呂。皆さん、今日の動画を見てくれてありがとうございました。それでは、パカパカ。